皆さんこんにちは、プルースです。皆さんは歯医者に通っていますか皆さんの近くにどれだけ歯医者はあるでしょうか私の近所にですもね、なんとなく4、5件は見当たるような気がしています。今回はですね、あの、ま、プレジデント、雑誌ですね、経済誌プレジデントからのちょっとご紹介になりますけれども、まあ、今、歯科医院って全国にどれだけあるんだろうかそしてですね、 まあこれによってですね、今どういった状況に置かれているのかっていうのをちょっとご紹介してみたいと思います。今現状、歯科診療所と言われているものの数なんですけど、実はコンビニエンスストアの店舗数よりも多いと言われています。こちらはまあデータとしても出ているのが、まあ厚生労働省が出している医療施設の統計データと、 あと、日本フランチャイズ支援協会の統計調査の数値を元にした表がございまして、こちらによると、まあ、2017年時点まで、なんと、歯科診療所数がですね、68,609箇所、対してコンビニエンスストアの店舗数が57,956店舗、ということで、まあ、約1万店舗ぐらい、歯科診療所の方が多い、という話のようです。すごいですよね。意外ですよね。 コンビニの方がめっちゃ多いと思いがちですけど、実は歯科医院の方が多かった。で、この、ね、現象っていうのは今に始まったことではない。まあ、かなり前からこのずっとコンビニのよりも歯医者さんの方が多いっていう時代がずっと、まあ、1993年ぐらいからずっと起こり得てました。ってなってくるとですね、まあ、もちろん気になるのはその競争だと思います。まあ、コンビニも本当にすちょっと歩けばすぐコンビニが出てくるっていう今の時代。 同じように診療しか診療療所もですねやっぱりかなりサバイバルと言いますか、この顧客がま縮小していく中で診療所の数ってのは増えてきているので、 まあ、ここはかなり生き残りっていう意味でもすごくシビアになってきている状況が目に取れるかなと。で、歯科医師の数もですね、10万人を突破しています。まあ、この時点で既に飽和状態というふうにも言われているんらしいんですけれども、ただ、この歯科医療の医療費は、まあ、長年2兆円前後で、ね、伸び悩みが続いていまして、あとなんか子供たちの虫歯の 患っってている子供が少なくなく患者数が増えれば市場規模は増えるんだけど、そうはいかないですよね。もちろんもっと健康になればなるほどですね、医療にかかるお金っていうのは少なくなってきますので、そうなってくるとお医者さんたちのお仕事っていうのはどんどん減っていくっていう可能性があります。なのでこういった意味で言うとやっぱ経営っていうのはすごく大変で、将来展望もどうしようか、歯医者一本でやっていくのか。 で、今は2008年以降からはですね、その開設、開業する数と廃止、休止をする数。 っていうのが逆転現象を起こしまして、どんどんですね、2017年時点ではもう廃止、休止した数の方が今は上回っているという話で、1日あたり5.9カ所の歯科資療所が休止廃止になっていた計算になります。まあそうした中で,ですね、多額な負債が残って破産とか民事再生といった法的調整理を余儀なくされる診療所もあるそうなんですよ。だ結構その辺は厳しい状況に立たされている。せっかくね、あの、立派な大学に出て医療大、大学に出て、一人前になって開業できる っていう状況の中で市場自体はシュリンクしているっていう状況は。 やはりり生きき残っっててて意味ではすごくく難しくなってきているとただですね、ちょっと私が個人的に思うのは、もちろん治療するっていう人たちはたくさん、ま、いると思います。いると思うんですけど、まだまだその、なんでしょう、人々の気持ちというか、まあ、私含めてですけど、もっと歯に気をつけなければならないというふうには思ってますし、毎日歯を磨くっていうのは、これは習慣にもなってるし、もう日常の中で当たり前の行為ですよね。歯を磨かなければ、あの、歯周病の原因になったりとか、虫歯になってしまったりとかっていうのはももちろんあるし、歯に一番気を使って、日常的に こうしななけければいけない作業としてはこう歯を磨くいかにこう健康に保つかっていうのは非常に心がけている人々の誰もが心がけている不滅のニーズだと思いますのでやっぱ歯に関するお仕事っていうのは まあ、その治療する人たちはね、そこまで多くね、必要ないにしてもですね、それを予防していくメンテナンスとか、なんでしょう。あとはまあ、そのちゃんともっと面白い、なんでしょう、サービスというか予防、予防歯科っていうんですかね、予防歯科等ですね、啓蒙していくような形で何かこう新しいサービスとかっていうのが生まれてくるともっと変わるのではないかなと思います。だからそういった意味では、歯に対する専門的な知識というのは非常に活かされてくるのは、治療の現場ではなくてもっと上の企画とか、 こう、企業とタイアップした、こう、食品とかね、えー、食品会社とか、まあ、薬とまではいかないですけど、まあ、そういった歯磨きの会社とか、そういった方々と組んだ企業のタイアップとか、そういったことをしていくとすごく面白いのかなと。あと、まあ、YouTuber とかでもいいですしね。うん。だから、そういったなんか仕事の関わり方というのを、なんか治療じゃない、まだ現場から離れた、またやり方と違うことをすればですね、もっと歯のきれいに保つ、健康に保つための啓蒙活動とか、 歯に対する心がけってのはすごく皆さんの意識が変わって、良い意味で変わってくる一つのきっかけになるかなと思いますね。私が歯医者ったらそうしてるかなと。治療の現場に立つだけじゃなくてっていうのを思うので、まあぜひね、なんかそういった、なんでしょう。お医者さんが減ってるとか、お仕事ができなくなってしまったのは非常にもったいないと思うので、もっともっと、なんでしょう。歯科医の方が増えるのはすごくいいことだと思いますし、勉強される方が増えて、歯に対する専門的な知識を身につける方が増えていくのはすごくいいことだと思いますので、それをもとにしてまた新しいサービスとか、 そういったことができるようになってくると嬉しいなぁなんて僕はそういうふうに思います。というわけで、まあ司会のサバイバル最前線というところをお伝えしてみました。プルースでした。ありがとうございました。